上級ワンボックスで定評を築いた V クラス。自身のライフスタイルを広げる車は SUV ではなく、ワンボックスカーだと主張する人もいる。特にメルセデスベンツ V クラスは、うなるような実用性と豪華さが融合し、他に目移りしないというユーザーが少なくない。近年の欧州はワンボックスカーの競争も激しい。 フォルクスワーゲン T7 マルチ版にフォードトルネオカスタムなど、身近なモデルも選べる一方、新しいレクサス LM は BMW7 シリーズが競合だと主張されている。とはいえ、上級モデルで定評を築いてきたのは V クラス。現行の3代目は2014年に発表されているが、競争力を維持するべく、フェイスリフトが施された。 2024年仕様の見た目の変化は大きくなったフロントグリルとスリムになったヘッドライト、造形が豊かになったフロントバンパーなどサイドビューに大きな違いはない。ボディ色の展開はヴィンテージブルーやソーダライトブルーなど多彩だ。ホイールベースは標準ボディとロングが 3200mm で エクストラロングは3 4 3 0ト、mm、ル。後者の場合、7シーターから8シーターへ1席増やせる。パワートレインは OM654 型と呼ばれる 2.0L ターボディーゼル。英国仕様の場合、V220D の 163PS と V300D の 236PS という2段階の最高出力が設定される。 後輪駆動のみでエアサスペンションをオプションで組める。マイルドハイブリッドの 2.0L ガソリンターボも2024年後半に追加予定。洗練性を追求するならバッテリー EV 班の EQV の他にも選択肢が増える。メルセデスらしい内装3列目も広々。フェイスリフトでの変化が大きいのはボディの内側。 内装は上質でアンビエントライトも備わりメルセデスベンツに乗っていることを実感させる運転席と助手席の間に広大な空間があることを除けばダッシュボードはウッド調やメタル調の化粧トリムで飾られる大きなカウルで覆われたメーターパネルと高い位置にあったタッチモニターは姿を消し 最新世代の音部システムが稼働するワイドなモニターパネルへ置き換えられた。ダッシュボード中央からは手前側にコンソールが伸びタッチパッドが乗っている。その上部にはエアコンのスイッチ類も並び扱いやすい。ステアリングホイール状にも。さほど正確に反応はしないもののタッチタイプのコントローラーが備わる。 V クラスの本領と言えるのが2列目以降。3列目も含めて上員空間は広々。シートはフロアに伸びるレールの上をスライドするため個別に広さを調整できる。2列目を後ろ向きに回転させることも簡単だ。2室はロングボディを選べば余裕があるものの通常ボディでは限定的。 シートを前方へスライドし拡大はできる。最高列でも内装のプレミアム感は変わらない。ベージュレザーでコーディネートすれば高級感はさらに増す。オプションで高音質なサウンドシステムや大面積のガラスルーフを指定することもできる。走行時の上質さでは T7 マルチ版が軽る。パワートレインは 急速 AT が低速域で若干ギクシャクする場面はあるものの、ディーゼルエンジンはトルクフルで V クラスとの相性が良い。今回は上位グレードの V300D ロングへ試乗したが、複数の大人が乗車した状態でも高速道路を安楽に運転できた。高速域でも風切り音は驚くほど小さい。反面、 高負荷時にざらついたノイズが車内へ響くせっかくの豪華な雰囲気へ水をさすようにマイルドハイブリッドのガソリンターボの方が上質さでは勝るはずエアサスペンションの乗り心地は魔法の絨毯とは言えないまでも高級車と呼ぶのにふさわしい滑らかさフランスカンヌ周辺の平滑なアスファルトを流暢にこなしていた ただし低速域で継ぎはぎの多い区間を走るとホイールの動きが伝わってくる乗用車用プラットフォームをベースにしたフォルクスワーゲン T7 マルチンの方が走行時のスムーズさでは優れるようだ燃費は V300D のカタログ値で 13.5km パーリットル実際のところ 市街地でこの数字へ迫ることは難しい。英国での価格は、7シーターの V220D ロングで74,585ポンド、約1,410万円から、ロングの V300D では、79,865ポンド、約1,509万円へ上昇する。どちらも同じ 2.0L ターボディーゼルを積むが、 予算が許すならハイパワーな方を選びたいところ。訴求力を高めたアップデート今後も定番の一択に。標準装備は充実しているものの1万3000ポンド約246万円の上乗せでプレミアムからエクスクルーシブへアップグレード可能。ブルメスター車製サウンドシステムにパノラミックガラスルーフのほか バックカメラ、一層上質な内装などを得られる。今回のフェイスリフトで V クラスは重要な部分の更新に成功している。特に新しいインテリアは最大の強みと言えるだろう。プラットフォームは商用版と共有するものの、乗用車に近い運転体験も訴求力を高めている。価格を考えれば、 一般的な大家族の移動手段にはならないはず。だが、複数の役員などを同時に移動させる場面において、V クラスは今後も定番の一択となるに違いない。メルセデス・ベンツ V クラス V300D ロング、欧州仕様のスペック。英国価格79,865ポンド、約1,509万円。 全長五千百四十ミリメートル全幅千九百二十八ミリメートル全高千八百八十ミリメートル最高速度時速二百四十一キロメートル零時速百キロメートル加速七点九秒燃費十三点五キロメートルパーリットル CO2 排出量百九十五 g キロメートル車両重量 2348kg パワートレイン直列4気筒 1950cc ターボチャージャー使用燃料経由最高出力 236PS 3500 4000rpm 最大トルク 50.9kgM 1750 3250rpm ギアボックス 急速オートマティック、後輪駆動。